皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日はお知らせの動画です。どんなお知らせかというと、学習動画の BGM、 この BGM の音を小さくしようと思っています。なぜかというと、実は動画のコメント欄のところに、この勉強の動画の方の BGM、 この音が大きすぎちゃっていて、勉強の内容がなかなか頭に入らないという指摘を受けました。まあ勉強の動画なのに勉強が頭に入らないんじゃ困るんで、じゃあ BGM をちょっと、小さくして試してみようということで、 BGM の音これ小さくしようと思います。BGM の音を入れてる理由はちゃんとあるんですよ。実はね、この教室のすぐ横なんですけど、これ道路なんですね。トラックとかバスとかね、自動車行き来しているので、その音がすごく入って気になったんですね。特に雨の日なんかはね、ひどかったです。じゃあこの音をなんとかならないかなということで、この音をごまかすために、BGM これを入れるようになりました。ですからね、最初の頃の動画っていうのは全く BGM 入ってなかったんですね。じゃあ今後どうするか。今後は学習動画、こちらはBGM の音を下げます。小さくします。他の動画、お知らせとかね、日記とか学校情報、こちらに関してはほぼ今まで通りか今までよりちょっと下げるくらい、このくらいで BGM をつけていきたいと思います。今回はお知らせの動画で BGM の音を小さくしますよと、こういう内容でした。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。